アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。こんにちは、ポロです。今日はですね、実績がないなら、ポッドキャスト始めろという話をしていきます。これからですね、情報発信とかビジネスを始める人の話を聞いているとですね、 自分は実績がないからっていう理由でスタートを切れない人が、ね、いるっていうのがよくわかるんですけども、まず一つ最初に言っておきたいのは、ですね実績がないから情報発信したらダメとか、ビジネスしたらダメとか、まあ、別にそういう法律があるわけじゃないんで、特に情報発信に関して言えば、まあ、無料で情報を提供しているわけだから、とやかく言われる数字合いもないわけですよね。だからとにかく始めるってことが大事だし、実績っていうのはもちろんないよりはあった。 いい、ね、に越したことはないんですけど、だからといって簡単にそんな作れるものではないし、みんながみんな最初から実績っていうものを持ってるわけではないので、むしろ実績がない状態からスタートしている人が多いわけですね。僕自身もその一人ですし、全く異業種から、ね、このネットの世界に入ってきて、最初はもう実績も知識も経験もスキルも何にもない状態から、まあ、スタートしてきたわけですけど、だから実績がないんだったら実績を、まあ、作るしかないわけであって、実績を作るためにはやっぱり行動しないといけないわけですね。 だから実績がないから動けませんっていうのはむしろちょっと矛盾していて、実績がないから動かないといけないっていうふうに考えないといけないわけですね。だけど実績ってじゃあどうやったら作れるのっていうふうにまあ思うかもしれないんですけど、そもそも前提としてなんで実績がいるのかっていうところですね。まあ、一言で言うと信用を獲得するためです。実績がある方が信用を獲得しやすいから実績がまあ,あった方がいいに越したことはないっていうことなんですね。で逆に言うと信用を獲得できれば実績がなくてもまあいいということですね。 逆に言うと、実績があっても、なんかこの人うさんくさいなとかね、そういうふうに思われていたら、その実績っていうのは全然生きてないっていうふうになるんで、例えば私はね、年収10兆円ですとかってね、言ったら、いや、嘘だろみたいなふうになるわけですよね。だから、そういう、仮にそれが実績だったとしても信じてもらえなかったら、むしろ逆効果というかね、怪しいなこの人みたいなふうに思われてしまう可能性もあるんで、実績ってあくまでもそういうものに過ぎないと。 いうところですね。ほとんど初心者の人はそういうものを持ってないんで。でなんでポッドキャストをお勧めするのかってことですけど、一つは、まあ、実績が作りやすいっていうのがあるわけですね。例えば、今さらブログ始めたところで、ブログで実績を出すってすごく難しいと思うんですよ。ね。とてつもない数の人が情報発信をしているし、まあ、YouTube に関してもそうですね。今から YouTube でゼロから実績を作るって相当難しいと思うんですよ。それこそ SNS とかもね。 もう一般の人も気軽に発信しているような媒体だから、その中で何か実績を作るって、まあ、容易ではないと思うんですね。だけど、ポッドキャストっていうのはそもそも発信者が少ないんで、実績は作りやすいんですよ。それこそ、ポッドキャストのランキングってものはありますけど、まあ、あれ、あの日本のね、ポッドキャストランキングってサイトありますけど、あれ、チャータブルっていうね、海外のサービスと全く同じランキングになってるんで、そらくチャータブルからこうランキングを引っ張ってきてるんだと思うんですけど、 あれ見てもらったらね、わかるんですけど、あの、無名の一般人でも全然ね、ランキング上位に入ったりするわけですよ。それこそ、マーケティングっていうね、カテゴリーで言うと、僕のメインチャンネル、イタのマーケティングと、セカンドチャンネルのね、パワーポートキャストの作り方とか、マーケティングっていうカテゴリーの中だと、まあ結構上位の方に来たいとかね、まあ本当にこう変動するんであれですけど、最高は5位ですかね、僕のやつは。メインチャンネルののは5位だし、セカンドチャンネルも最高10位とかもね、入ったことはあるんで、 だからそういう無名の一般人のチャンネルでも全然上位に入ってくるわけですよ。でもそれはあなただからじゃないって思ったかもしれないですけど、実際見てみてください。トップ200ぐらいだったら多分ね、普通に入れるから、余裕で。トップ200ってすごくないですね。YouTube でね、なんかのカテゴリーでトップ200に入るって相当難しいと思うんですけど、Podcast はそれができるんですよ。なぜなら配信者が全然いないから。だからそういうところでも、まあ、こうね、一つ実績は作りやすいってのはわかると思いますし、もちろん運よくね、ランキング1位とか、あるいはまあトップ3位とかに入れればね、 もうそれだけでも一つ実績として、私のポッドキャストは何々カテゴリーで三位になりましたとね。まあそういうふうに言えることができるわけですし、あとその実績っていうのは成果実績だけじゃなくて行動実績っていうものもあるので、成果が出てなくても行動でね、それを実績に変えることができるわけですよ。例えば私はポッドキャストね、500エピソードを投稿してますっていうだけでも、ね、それって一つの実績になると思うんですね。全くやったことがない人からすると、500本もエピソード上げてるのはすごいねってなるわけですね。 でこれってもう本当に成果実績と違って、自分がやるだけだから、まあ誰でもできるわけですよ。ただやるだけなんでね。成果実績っていうのはどうしてもその外的要因とか様々な要因がね、絡み合って、まあ、生まれるものなんで、自分がやったからって100%その結果が得られるわけではないですけど、行動実績っていうのは自分がやるだけなんで、誰でもね、やりさえすればその実績は手に入るわけですよ。で、このポドキャスト500エピソードとかってね、 例えば、ブログで500本記事書いてくださいとか、YouTube500 本動画上げてくださいって相当きついと思うんですけど、ポッドキャストって慣れたら本当にね、隙間時間にサクッと、ね、収録できるんで、それこそ1本ね、収録作業10分で終わったりとかすると、別に500本上げるとかってそんな大変じゃないと思うんですよ。慣れてないうちは大変だと思うんですよ。でも慣れてくると、そんなにまあ500本ぐらいでったりも余裕でいけるみたいな感じになるんで、そうするとそれが一つの実績になるわけ いきなり大きな実績を目指すんじゃなくて、まずは小さな実績を一つ一つ積み上げていくってことをしないといけないで,で、みんないきなりね、月収30万とか月収100万とか、なんかそういう実績作らないといけないとかってね、思っちゃうかもしれないんですけど、いきなりそんな実績は作れないんで、まずは小さな実績、そういう何かのランキングで1位取りましたとかね、ねポッドキャスト百本以上投稿してますとか、そういう小さな実績でいいんですよ。それすらもうすごいっていう風に感じてくれる人もいるわけだから。だからそういう、 行動実績は作りやすいんですね、ポッドキャストってのは。こう発信の、まあ、エネルギーが小さくて済むし、あんま作業の時間も取られなくて済むんで、行動実績は作りやすいんです。だから、ポッドキャストってすごくおすすめだし、あと、ポッドキャスト実績のない人におすすめなのは、基本的にこのポッドキャストのリスナーっていうのは、話をちゃんと聞いてくれるんですね。これはもちろんそのリテンションレートが高いっていう、まあ、そういう意味だけではなくてですね、余計なバイアスがかかっ,たかかってない状態で話を聞いてくれるんです。例えば、YouTube とかだと、 編集がすごい洗練されてるとかね、なんかおしゃれな部屋で撮ってるとか、あるいはチャンネル登録がめちゃくちゃ多いとか、そういういろんなこう、ね、情報を見ることによって、あ、この人すごい人なんだとかね、金持ちなのかなとか、そういうバイアスで見るわけですよ。逆にそういうなんか背景がね、こう自宅の一室でなんか後ろがちょっと、ね、雑然としていてとかね、チャンネル登録が全然いないとかってなると、なんかこの人しょぼいのかなみたいな。そういうバイアスで見られちゃうから、その状態で話を聞かれちゃうから、全然こう相手が、 真剣に聞いてくれなかったりすするわけですねなんか、こっちはいいこと言っても、いや、お前に言われてもな、みたいなふうに思われてしまったりするわけですけど、ポッドキャストっていうのはそういう余計な情報がないんで、いい話をすればちゃんと聞いてくれるんですよ。なんか、この人すごいな、とかね。話で勝負ができるっていうのが、このポッドキャストのいいところ。SNS とか、まあ、YouTube とかもそうですけど、やっぱりそういうまあいろんなね、様々な情報によってバイアスがかかって、ね、いやいやそれのバイアスがかかった状態で話を聞かれちゃうから。 SNS でどんなに発信してもね、フォロワーが少ない人間が言っていたら、誰も、ね、見向きもしてくれないみたいな。っていうのはそういうバイアスがかかってるからですね。でも、フォロワーが何万人とか何十万人いる人が喋ったらね、同じことを言っても全然反応は変わると思うんです。だからそういう余計な情報がない。ちゃんと話だけで勝負できるっていうのがこのポッドキャストのいいところだから、自分がちゃんと勉強して、スキルを磨いてね、知識を身につけて、いい話をすれば、仮に全くそういう実績がなくてもね、話では勝負できるっていうところですね。 か僕も全く実績がない状態の時きに、まあ、何をしていたかというと、とにかくもう情報で勝負してたんですよ。情報発信、実,実績がないけど、とにかくいいことを言っていれば、あこの人ね、なんかすごいいいことを言ってるなっていうふうに聞きに来てくれるわけですよ。そうするとね、もうそれだけで、あこの人の話すごい役に立つから、もっと聞こうとかってなってくれるんで、実績で勝てないんだったら、情報で勝つみたいなね。そっちで勝負するっていうふうに持っていければ、十分ね、後発参入の実績がない人でも戦えるわけですけど。 実績だけで比較されちゃうと絶対負けるわけですよ。じゃあどういうふうに、ね、すればいいかっていうと、まあ、そういう余計なバイアスがかからないところで、まあ、いい情報を出していくっていうのが一番ね、いいわけですね。だ例えば、例えば自分がそういういい話をしたとしても、SNS とかね、そういうところで言ったらやっぱり余計なバイアスがかかっちゃうから、ちゃんと聞いてくれない。そもそもお前しょぼいねみたいな、フォロワー少ない人が何言ってんのみたいな目で聞かれちゃうから、それではやっぱりね、なかなか相手にも伝わらない。 だから SNS は情報発信による集客が難しいんですよと僕は言ってるのは、まあ、そういうところもあるわけですね。だから実績がないんだったら実績で勝負するんじゃなくて、まあ情報で勝負するというかね、自分の話がすごく良ければちゃんと聞いてくれるから。で、ポッドキャストとかもね、たまたまこう自分のチャンネルとかね、自分のエプツを聞いてくれた人が、なんかこの人の話すごいめっちゃ役に立つなとかね、すごい面白いなとかって思ってくれたら多分聞いてくれるんです逆に実績のある人とかでもなんかありきたりで当たり前のことしか言ってないとかね。 そういう話だったらなんか全然ためにならないね、この話みたいな風になるわけですね。だからそれだけこう話に集中してやっぱ聞いてる。余計な情報がない分、もう話がもうほぼ9割みたいな感じになるから、まあ何を伝えるのかってもそうだし、どうやって伝えるのかってもそうですけど、この話で勝負できる。自分の発信する情報で勝負できるっていうのが、ポッドキャストのすごくいいところだと思うんで、実績のない人ほどはやっぱりすごくね、まあおすすめの媒体だと思うんで。なんで実績がなくて動けないっていう人は、まあポッドキャストからね、 始めるとと。ややりやすいいんじゃないかなかそのこで作った実績をもとに次のプラットフォームに、ね、移っていったりとかやると次のプラットフォームでも、ね、またこう成果が出しやすくなるのでそんな感じで、ね、こうどん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 やっていくこれがまあ戦略と呼ばれるものなんでどこでどういうふうにやっていけば一番最短ルートでいけるのかっていうのを考えるのが戦略なんでその中でもポッドキャストは、ね、かなりおすすめじゃないかなと思います。